ルイス・ミゲル・ギオーム・ゴンザレスは、ベネズエラ・ミランダ州カラカス出身のプロ野球選手。右ト左打。MLB のニューヨーク・メッツ所属。ベネズエラ生まれだが、13歳の時に、一家で、アメリカ合衆国へ移住している。2013年の MLB ドラフト従順目で、ニューヨーク・メッツから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・メッツで、プロデビュー。 41試合に出場して打率、258、11打点、6盗塁を記録した。2014年は、アパラチアンリーグのルーキー級、キングスポートメッツと A 級、サバンナサンドナッツでプレーし、2球団合計で60試合に出場して打率、283、17打点、6盗塁を記録した。2015年は、A 級サバンナでプレーし、 122試合に出場して打率318、55打点18盗塁を記録した。2016年開幕前には第4回 WBC 予選にスペイン代表として出場した。シーズンでは a 9戦とルーシーメッツでプレーし123試合に出場して打率263、1本塁打46打点4盗塁を記録した。 2017年は AA 級ビンガムトンランブルポニーズでプレーし128試合に出場して打率2831本塁打43打点4盗塁を記録したオフにはアリゾナフォールリーグに参加しスコッツデールスコーピオンズに所属した11月20日にはルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした2018年は 開幕を AAA 級ラスベガスフィフティィテワンズで迎えた。5月9日にメジャー初昇格を果たすと11日のアトランタブレーブス戦でメジャーデビュー。ありがとうございます。